前回、国際結婚の食生活はここが大変というテーマで、メキシコ在住のまゆみさんからは、メキシコ人は何にでも辛いものをかけてしまうという話を披露。今回はバルセロナ在住のひろこさんの話から。ひろこさん、食生活ここが大変だった教えてください。まず日本は、ご飯の時テーブルにもう一気にご飯、お味噌汁、なんか漬物、焼き魚とか出ますよね、全部が。どっと出しますね、夕食。でもこっちは、一個一個順番に、一個が終わったら次、それが終わったら次っていう感じなので、一気に出されても困られた。なんで出すんだって、一気に。そう。で、子供にも言われたことありますもん。なんで全部一緒に出すのって。っていうのは、学校でもやっぱり、まず前菜があって、で、最初のプリムのプラトがあって、セグンドプラトがあって、ポストレが、デザートがあるから、全部一見出ない。一個一個順番なんですよね。それがなんか、面倒。なんかレストランみたいですね。そうだね。そうそうそう。今はもう私、家ではね、お皿をちゃんと置いて、で、横に、お鍋置いとくとか、ね、最初は。取り分けしやすいように、すぐ出せるようにみたいな。でも、一気には出さないと。出さないね。味覚の違いとかはそんなないですか？さっきのね、まゆみさんで言ったら、辛いものばっかで慣れないみたいなっていうと。そう、パートナーは何でも食べるんですよ。で、和食も好きで。だから、なんかたまに冗談で、君といる、いたら、てっきり毎日、美味しい和食は食べれるかと思ってたって、お酒やがって。はいはいはい。相手が逆に、寿司握れるんでしょぐらいの勢いで来ないですか？私もそれ言われたことあります。毎日毎日和食だと思ってたのに、出たのに、これちょっと違うよねとかって言われて、ごめんねとかは、その時は思ってたんですけど、和食が毎日食べたいって言うから、和食を続けて、作り続けてたら、なんか途中で怒り出して、たまにはがっつりタコスを食べたいんだみたいなね。まあそりゃそうだよね、俺はメキシコ人だからタコスがっつり食べたいよってなるよね。そこのね、まあ日本人だから和食作るの当たり前だけど、逆にひろこさんにしろまゆみさんにね、メキシコ料理作んなきゃ、スペイン料理を逆に覚えなきゃみたいなことの大変さもあったと思うんですけど、私はね、そんなスペイン料理を作るにあたり大変なことだってだって思ったことはないっていうのは、多分スペイン料理ってシンプルだと思うんですよね、すごくね。なんか日本みたくお出汁をね、昆布から、かつお節からとかいうのね。でまあ確かにパエリアの出汁を取るときはやっぱり本物の時はやっぱりお魚屋さんでね、魚介類買ってきて出汁を取るけども、なんか元々の料理はすごいシンプル。お肉と野菜とぶち込んで、ぐずぐず煮て、スープを作るとか。そんなにじゃあ、覚えなきゃいけないっていう感じまではいかない。なかった。トルティーヤも、なんかトルティーヤの、まあ、スペイン、あ、メキシコのトルティーヤじゃなくて、スペイン風オムレツね。をトルティーヤって言うんだけど、パパ、ね、その辺ね、ちょっと今誤解が生じるところだった。スペインオムレツの作り方は、すごい昔にシェアルーム借りてた時の、そこの当時のおばさんが作り方を教えてくれて、でもそれも本当にシンプルだし、だから料理の面では、苦労したことはない。そうなんですね。じゃあそこはスムーズで、いいですね。いいただね、彼はわさびと生姜がダメで、生姜って何でも使えるじゃないですか。いろんな料理の生姜。ね、生姜は、ね、煮物とかダメじゃないですか。じゃあそうそうそう、サバの味噌煮とか作るときに生姜を入れたかったけども、彼の入れられないから2つに分けて、こっちは生姜入れ、こっちは生姜抜きで作ったりとか、ただ、それもね、最近では改善できて食べれるようになったっていうのは、毎朝ね、レモンと生姜と蜂蜜入りのドリンクを作ってて、そこにそうすりおろした生姜を少しずつ毎日入れてって、全然今ではある程度、鳴らしでね、今はね、生姜が入ってて、もうそんなに、
拒否反応はなしですよ。ただ、味が最初は薄いって言われて、必ずなんかお塩とかつけられてた。メキシコのチリソースと同じ感じですね。ああ、多分同じよう、感覚としては同じような感じ。まあ確かに私味、薄味、いつも薄味なんだけども、やっぱり物足りないって言ってかけるとか、したけど、今はまあ慣れてきて、彼も。逆にね。逆に、で、逆に表に行って食べると、ちょっとしょっぱいとか言い始まっちゃって、今度は。それぐらいですかね。特になんか、もうなんか言われたりとか、前さんみたいに怒られてとか、そういうのはなかったかな。怒られることはない。あ、そこまではね、そこまではない。そういうことね。ちゃんともないと怒られるけど。牛乳がないとね、怒られるよね。はい、わかりました。じゃあ、ちなみにですね、まあ、最初ね、例えば、まゆみさんであれ、ひろこさんであれ、その向こうの料理を作ったときに、こう、正解ってなかなかわからないと思うんですよ、最初ね。一番最初作ったときに、その時に、こう、ね、まあ、結婚前なのかね、こう、最初に食べてもらった時の、相手の忖度みたいなってのはあったりするんですか？ありますよね、そりゃ。ねえ、これ普通、美味しかったら美味しいって言うんだろうけど、美味しくなかった時に、相手はズバリ、まゆみこれは美味しくないなっていうのか、それともこう、何も言わずに 手をつけないようなことになるのか、その辺はどうですか？うちは両方ありましたよ。なんか気を使って一生懸命作ったんだなって言いながら自分でこそっとチリソースかけて味を整えてる時とかね。なるほど。そうだね。これじゃねえなっつって。でもなんかだんだんと違いますみたいな感じではっきり言われたりとか。でもこっちもそのチリソースとか作るときめっちゃ大変で、あとハラペーニョとかハバネロとか切るだけでも結構しんどいんですよね、最初。辛くなって涙流すみたいなことですか？そういうこと涙じゃ流なくて。すだけやったらいいんですよ。汁が目に入るときとかあるんですよね。あと、口がやつで。なるほど。で、目に入ったとき、激痛がするんですよね。わあ、痛そう。そう、めちゃくちゃ痛いんですよ。すぐもう洗い流して病院行かないとっていうぐらい痛いんですよね。で、一回目に入ってダメだってなったから、まあ、保護メガネじゃないけど、メガネとかかけてやって、プロテクトしてるんですけど、今度は手がダメで。切ると断面からちょっと汁が出るんですよね。その汁が指とかにつくと、お風呂入った時のあの熱で熱くなったりとか、あと夜寝れなくなるぐらい熱くなったりするんですよね。そんなことがあるの？キリキリして。そうなんです。で、慣れてる時はこう切った時に、包丁の、ちょっと角のところとかで切り取ったりとかして、自分の指が、その断面の汁につかないようにきれいにやったりとかするんですよね。でもそれ最初知らないから、普通に切ってて、普通に断面とかも触りまくってるわけですよ。そう、もうヒリヒリして、もう1日ぐらいかな、本当にもう手の痛みが取れないんですよね。わあ、きついそれ。そう。もうそれで嫌になっちゃって、もうチリソース自分で作んないとか、もうハラペーニョ入れたくないとかって言うと、またなんでだみたいな感なじんにでなっだ。て。特そんなに大変なんだ。にハバネロとか切るとき、グローブじゃないけどしといた方がいいかなって思う。慣れてる人やったら切り方分かってていいと思うんですけど、慣れてない人やると本当に後から痛み見るんですよ。れは知らなかった。いや、もうちょっとやってみてください。もう痛くてたまりません。なかなか、やってみてくださいって言いたらってな。どんだけ痛いかをね、もう皆さんに知っていただきたい。でも、ひろこさんはどうですか？そういう、パートナーの方で初めて手料理を作った時に、口に合わなくて困ったみたいなことは、そんななかったですか？味が薄いぐらいで、特に困ったことはなかったかな。逆に言うと、そこで失敗してたら、そもそも一緒になってないっていう可能性の方がそう、高もうい一よ緒にいないですね。こいつじゃねえな、みたいな。それは一サ緒インパーでトナーになってる時点でそこはないのかもしれすよ、ない。まあまあ、ちょっとそんな感じで 皆さん参考になったでしょうか。はい。ね。それでは今日はこの辺で皆さんさよなら。バイバーイ。またねー。
バイバイ。さよなら。